FIG グループ代表の村井雄二でございますお忙しい中個人投資家向けウェブセミナーをご覧いただきまして誠にありがとうございますそれでは会社概要です社名の FIG はフューチャーイノベーショングループの頭文字です設立は2018年7月2日です グループ前身のモバイルクリエイトは2002年になりますので設立22年になっておりますそして所在地は温泉圏で有名な大分県大分市です現在まあ社員数は800名弱になっておりますそれではグループの総関数ですマシンと IoT の主要3社を中心にスマートで持続可能な社会の実現を事業領域としております 一言で言うとちょっと先の未来をつくる IT 企業グループです。経営理念は創造と技術と情熱で快適な未来を創造。社会課題を創造し実現する技術を持ち苦難を乗り越えるための情熱を持って乗り越え社会課題を解決して快適な未来を創造し,創造します。ビジョンは笑顔になれる企業グループです。 まずは我々社員ステーク社員の笑顔そしてお客様の笑顔そして株主さんを含みましたステークホルダー皆様の笑顔ですそれではここで分かりやすく会社紹介を会社紹介の動画をインフォグラフィックスとして制作しておりますのでご覧ください FIG 株式会社は 大分県に本社を構える IoT t 企業です i を活用した革新的なテクノロジーで自社オリジナルサービスを展開さまざまな産業の DX を実現し全ての人々へサステナブルな未来を提供します東京証券取引所のプライム市場に上場し海外にも進出しています。 タクシー配車システムをきっかけに2002年にモバイイルクリエイトを設立次々と新たな IoT サービスをリリースマシーンやロボットなど事業を多角化しました2012年に株式上場そして2018年にグループのホールディングス制移行により FIG が設立されました。 ソフトウェアだけでなくハードウェアとネットワークの技術力を保有し特に移動交通分野への IoT ソリューションを強みにしていますサービス提供企業でありメーカーでもある FIG グループは企画開発から製造販売運用保守をワンストップで提供主な顧客はタクシーバス物流 ホテルなどの事業者で B2B ビジネスをメインとしています快適な移動とキャッシュレス音声によるコミュニケーションスマートなホテルのサービス提供で事業者の業務効率化と安全対策利用者の利便性向上に貢献またバーチャルとリアルの技術融合でロボット事業にも参画しています国内全域でサービスを提供し 多くの月額サービス契約を獲得モノとサービスを組み合わせたサブスクリプションをビジネスモデルにフロービジネスからサブスクへと移行を進めサブスク売上高は順調に拡大しています FIG グループでは IT エンジニアやモノづくりエンジニアの技術者集団をはじめ多様な人材が活躍各分野のプロフェッショナルたちがグループ間で交流し 変化を恐れず未来に向けてチャレンジを続けています経営理念は創造と技術と情熱で快適な未来を創造ビジョンは笑顔になれる企業グループです社名の FIG はフューチャーイノベーショングループの頭文字から名付けたもので未来を創造するグループでありたいとの思いを込めています 作りたい未来がある作っているのはちょっと先の未来ですこれが私たちグループの原点ですスマートソサイティの実現に向けて IoT 分野において社会と人の役に立つことが FIG グループの使命であり笑顔があふれる持続可能な社会の実現に貢献しますそして社員がビジネスをワクワク感を持ってチャレンジしている。 そんな笑顔あふれるグループを目指しています。いかがだったですか？私もこの動画大好きで、まあこの動画を見ていただくとだいたい事業内容がわかると思います。まあ私が若干補足という意味でこれから事業内容を説明していきたいと思います。 あの主要な事業の紹介となりますがまずあの真ん中の上になりますけどタクシシーーののの配車システムからこのの FIG グルもともとはタクシー無線というものを使ってタクシー車両をまあ配車するという仕組みだったんですが、まあ、なかなかタクシー無線というのがこう,うまくですね、あのエリアが取れなかったりとか、まあ、これあ例えばインターネットだったりとか。あの パソコンだったりがどん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 こう進化していく中でなかなか無線が進化していかなくてその中で私の方がふっと思ったのがこれだけもう携帯電話だったりスマートフォンが普及してるんだからその仕組みを使って行えばまあ日本中世界中にこのシステムが展開できるんじゃないかなということで IP 無線というものをこう左側になりますけど作りましてまあこの事業化がまあ日本で初めてというかまあ,あの 世界で初めてだったような感じがしますが成功してその IP 無線のインフラを使って。 新しいタクシーの配車システムをまた作ったりとかバスロケーションシステムを作ったりそしてタクシーやバスに乗る方が便利に電子スマートなキャッシュレースの決済ができるようにペイメントシステムを作ったりということで、まあ、事業ががどどんどんこう広っっていった形になりますでその中でまあホテルのスマート化ということも実現して次にやはり私もともとロボット作りたいなと思ってたんですが、まあ、IoT というインターネットとつながって動くロボット、まあ、そのためにはそういったものが作れるような会社を まあが欲しいいなととうことでまあ半導体だったりとか自動車関連の自動化装置を作るあの会社がグループに入りましてあこれでやっとロボットが作れるぞということでまあイマジネーションとまあクリエーションというあの物事を想像することと作り出すということを合体させてまあロボットを作ったりドローンを作ったりという会社で裾野は広がっていってでそれもクラウドにつながる IoT のシステムというところで皆さんに あの認識してもらえばいいんじゃないかなと思っております。そして、まずはです、ね、あの。 IOT のあのサービというかサブスクの部分になりますけど、これ顧客基盤になります。えっ、ー、と全体で二十一万契約ございまして、これがまあタクシー、バス、物流ということで、まああってホテルも繋がって、これがすべてインターネットに繋がっております。でタクシーはだいたい二万七千台ぐらい、まあ十三パーセントぐらいのシェアを持っております。でバスの方はまあ一万六千台ということで、こちらはまああの二十八パーセントほどのシェアをと持っております。そしてまあ物流についても非常にトラックが多い。 ですがこういった IP 無線のようなシステムがついているところでは、まあ、シェアナンバーワンということで、まあ、10万台ほどのサービスをさせていただいております。でホテルの,方もあのそううもそいったこう IT の仕組みを6万7,000室の方に提供させていただいておりまして、まあ、大体6%ぐらいのシェアとこれが全てインターネットにつながって我々としてはこれからいろんなサービスをこう展開していこうということでなかなかこ,れだこういう,こうお客様を持っているサービスをしている会社っていうのは少な,少ないと思いますので我々そういう会社ですそういう会社でございます、はい、そしてこちらがですねあの今回事業のポートフォリオを見直しております えと我々の中でまずあの IoT とマシンとスマートシティという事業がございましたがこのスマートシティはもともと会社で持っておりました不動産がありましたのでそこにまああのマンションを建てまして賃貸を行っておりましてその中でロボットの実証実験も含めたスマートシティをやっておりましたが、まあ、これからいろんな形で成長していく上で、まあ、投資をしていきたいと考えた時に。 この本当にこの賃貸のマンションスマートシティの実証実験では使ってますが我々が本当にベストオーナーなのかとか。 それとまたあのこちらの資本効率もですねそれをもちろん不動産ですからそれほど高くもないので収益性もどうなのかとで今後の成長戦略に、まあ、適応しているのかということをずっとこう社内で議論しましてやはりこれはもうオフバランス化してその資金を使って成長投資をした方がいいだろうということで、まあ、枠としては20枠ほど設定しまして、まあ、ロボットを含めた新しい分野に投資していこうと。で特にロボットのの、方は、まあ、次の 次期の中期経営計画になりますが、まあ五十億円ぐらいの売上を目指していこうということで、いろいろなことをあのやり変えております。まあそういった形でポートフォリオを見直して成長の方に大きく舵を切っているという状況でございます。で次に事業の関あの関あの事業環境と方向性です。まずあの先ほどもご説明しましたが、まあ安定成長として I P 無線というのは我々がもう一緒に最初からやっている。 あの無線システムなんですが、まあ、ここにきましてですねいろんな無線システムがあるんですがやはり IP にしてていいいいった方ががいいだろうというおお客様どどんどん増えております今防災の方にも進んできておりますがそういった中で g というのサービスがだんだんこう終了していくという形になっておりまして特にまあこれから数年間でそういった終了していきますので我々の IP 無線がどんどんこう無線のインフラとして広がっていくと。 でタクシーやバスにつきましてはもちろんインバウンド含めたあの需要がどんどん膨らんでおりますのでそこで非常に成長しているとでもちろん今物流というのはいろんなものをお客様がネットで買ったりしますので物流もどんどん成長しておりますしペイメントも成長していると。 ただちょっと今少し苦戦をしているのが AI の登場とかで音声の録音の部分というのが非常にこう苦戦をしております。こちらも新しい今パートナーを見つけながらこれからもっと成長できるように頑張っていきたいと思っておりますしホテルのマルチメディア関係も苦戦をしておりますのでそういったところに新しいサービスということでペイメントを含めたサービスを展開していると。 でマシンにつきましては今まあもちろん半導体とか自動車とか、まあ、EV の事業もありますし、まあ、日本もどんどんこれから半導体をこう作っていこうという雰囲気になっておりますからそういったところをしっかりこう対応していくということで、まあ、成長戦略に成長の方に持っていけるんじゃないかなとでその中で IoT とマシンを組み合わせてロボットの事業の方に投資をしていきましょうということで,でロボットの方はただロボットを作るだけじゃなくて制御も含めてロボットのシステムとロボットの装置 を作っってて、まあ、工場であったりいいろろんなところに展開ししきましょう今、まあ、資本業務提携を結んでおります、まあ、パートナーの匠とともにですねその辺も一緒にやっていこうということで、まあ、成長戦略を考えております。それではですね2024年12月期の通期の計画と取り組みについてご説明したいと思います。まずは中期経営計画です。 まず2021年をベースに考えておりまして当時が KPI としてサブスクの売上高と営業利益を取っておりますがサブスクの売上高がまあ約40億弱営業利益が5.6億円ということでまずそこで計画をしまして2022年から2024年今年までなんですか3か年でこういうふうに成長していこうということで、まあ、どういうふうにするかというと、まあ、先ほど説明しましたが新たな成長基盤を確立させていこうとでどういうふうにしていくんですかというと先ほどの顧客基盤 基盤である IoT のサブスクの SARS の方をもっと深掘りをしていきましょう無線だけではなくて動体管理だったり AI を含めていろんなサービスをしていきましょう運行管理だったりいろんなサービスを深掘りをしていってお客様に提供していきましょうということとそういった部分に成長戦略をプラスしていってペイメントを のの方の事業を加速させることとロボットへの投資を積極的に行ってし、まあ、していきましょうとあの成長していきましょうというふうに考えておりまして、まあ、重要する仕様、まあ、として今先ほども言いましたあのサブスクの売上高と営業利益のを出しておりますが最終的に、まあ、今年度になりますがサブスクの売上高50億円以上営業利益11億円以上を目指しております、まあ、サブスクにつきましては先ほどのスマートシティの方がなくなりましたので、まあ、48億ぐらいということで修正をさております。 していただいておりますただそういったことを向けながら、まあ、2030年にはですねサブスクを150億円以上にしたいとでまた営業利益についても30から50億円ぐらいにの会社になって、まあ、飛躍的な成長をつけていきたいなというふうに思っております。それでは続きまして 売上高と営業利益の推移についてご説明したいと思います。まあこちら全体的に売上高がずっと右肩上がりで、2018年まああの f i g を設立した時が86億で、まあ今年の目標が150億ということで、まあ倍近くまで成長しているような形になっておりますが、まあ営業利益につきましてはでこぼこがあります。ねあのまず最初の2019年にまあ米中のいろいろな摩擦がああったということと、まあコロナウイルスが始まったということ。で ちょっとこう影響を受けまして、まあ、2020年はそのまま私としても今まで事業を20年以上やっておりますが初めて営業利益がマイナスになったということで、まあ、すごい経験をさせていただきました。ただこの時も最終利益は あのプラスでごあのまあいろんなこう我々あのポートフォリアがございますので売上がはこう凸凹しながらこう成長していくということで、まあ、2021年からまた成長の方向に行くということとあと2022年には大型案件の横浜市のですね経路パスシステムの,あの受注をさせていただきましたこれはプロポーサルで最優秀を取らせていただいて受注させていただいて、まあ、こちらが20億ぐらいのビジネスだったんですけど まあそういったビジネスを行って、まああのまあ、最高の最高益を出した年にもなったと思います。でそれから、まあ、こういった形で成長して、まあ、今年は、まあ、いろんなことはございますが、まあ、こういう状況で進んでいるということでございます。それではではすね、 続き業績予想のセグメント別売上高です。まあ、こちらについても、もうまだあの中間というか第2クォーターが終わった段階ですので、まあ、この見て,と見ての通りでございますが、サブスクの売上高についてはまあ年々成長していきますし、ことしはまあ48億以上目指すということで、まあ、こういった表示にな,ることになっております。で、フロービジネスの IoT の部分につきましては、先ほどの,その IP 無線とか、新しいもののこう売買い替えの需要とか、 が出てきておりますので、まあ、そういったところでまあ、49億ということで、まあ、29%ほど成長できるのではないかなというふうに予想しております。そして、マシンについてはまあ、ロボットも20億ということであのありますので、トータルでまあ51億ということで、まあ、こういった形で150億円を目指していこうという形になっております。スマートシティにつきましては、1クォーターでまあ,あのオフバランス化しておりますので、その他の方で計上させていただいております。 続きまして中継の KPI になっているサブスクの売上高の推移になっております。こちらの方がまあずっと味方上がりで上がっておりまして特にモビリティですね物流タクシーバスペイメントについては非常に順調に推移,あの推移,推移しております。 苦戦をしていいるととうことでまあ非常にいいビジネスモデルでありますしこれが当社の強みでもあるということで、まあ、コロナの時でもずっとこう安定的に成長できているというのがこれは当社の強みでこちらはですねソフトとサービスをこう併用して提供しておりますのであの解約がほとんどございませんでまあ 逆に言うとこれでまあ5年間って考えるとまあ250億から300億ぐらいのまあ受注算があるというふうに思っていただいてもいいのかなということでこちらは非常に我々としては強みの部分でもございますそして続きましてロボットですね。 これはまあ18年から取り組んでおりますが、まあ我々としてはもうこちらに書いておりますけど、国内を代表する搬送用ロボットあの搬送ロボットでまあナンバーになりたいなというふうに考えております。で特にロボットは作るだけではなくて、こちらに書いている通りまあ腕がついたマニピュレーターだったりとか設備と連動したりとか、あとそういったこう軍制御をするこう ATS という地上自動の制御だったりとか、倉庫を管理する WCS としっかりこうあのプラットフォーム上で 結合して、まあ、AGV と言われている部分と、まあ、AMR と言われている自立走行する部分と、まあ、2つのロボットを1つのプラットフォームで提供しながら、まあ、FA 自動化向けをターゲットにに行っておりますで特に自動車関連であるとか EV 関連であるとかで出てきますか半導体関連とかで、まあ、こういったところに力を入れて、まあ、これから展開して、まあ、国内ではナンバーワンに搬送用ロボットでナンバーワンを目指していきます。 それではあのこちら動画がロボットの動画がございます。えー、と年年少にですねロボティックスというのがございましたのでそちらの方の動画がございますのでご覧ください。自主の自律走行ロボットビルを出展しています。ビルは工場向けのタイプビル f と レストランやホテル向けのビル SR の2種のデモを行っていますビル FA は最大300キロまで積載可能な AMR で高いカスタマイズ性を有しています今回の展示では共同ロボットと組み合わせたモバイルマニピュレータータイプにカスタムしていますビル SR はホテル仕様のビルを展示しておりエレベーターと連携してホテルの客室に荷物をお届けするなどのご利用が可能です また L シリーズ共通の機能として CG シミュレーション機能があります導入予定の環境を CG シミュレーションで事前に検証することでクトタイムを確認することができます導入前にどのような動きをするかのイメージをお客様と共有できるので非常にご好評をいただいております <music> FA モデルはフープという 半導体工場で使われるボックスの運搬及び受け渡しを行いますビールはまだ開発金のため納入実績こそはありませんが弊社の既存のモバイルマニピュレーター C.I.MAMA シリーズは半導体関連企業に多数の納入実績がありますモバイルマニピュレーターは次台で運搬と受け渡しを可能とするロボットであることから人の代わりとしての運用をお求めになるお客様が多いですこのように 扉が自動でオープンして中からお食事を取り出すことができます。運搬するものによって様々ですが、保護扉があることで衛生面、プライバシー、さらには盗難被害などからもお荷物を保護することが可能です。動画はいかがでしたか？こちらの展示会というかを見ていただいて、非常にあの当社に興味を持っていただいて、まあいろいろこうお話をして、まあ、あの。 まあ導入の方に進んでいくとお客さんも結構ございましてまあこれからもどんどんこういった展示会があれば出していきたいと思います。そしてまあロボットのまあ売上高倍増計画をしておりましてまあどういう進捗かというのはこのグラフに出ておりますがロボットとしましてはまああの AMR というこうライダーを使って自分で自立して走行するタイプのロボットなんですがこれは自社製で作っておりましてまあサービスタイプとまあ今回ラピュタスにもあのはいあの入れていただきますまあ工場用のあの FA というタイプもありますが、まあ、そういったものとあとまあくみさんと協業して作っておりますあの棚搬送ロボットの GTP と言われている部分ですね、まあ、こちらについても、まあ、我々の方が、まあ、しっかりシステムを作ってくみ様の方に提供させていただくということで、まあ、提供させていただいて、まあ、2022年は2.8億円でしたが二千三十年2023年は10億円と。 昨年が今年が2024年が20億ということを計画しておりましてちょっとこれは今一生懸命頑張っておりますが次期の中期経営計画では50億円以上を目指していこうということでそういった倍増計画を作っております。 それではあのロボットの、まあ、ラピタス様の方に入ったものなんですが、まあ、最先端ロジック半導体の、まあ、国産化を目指す、まあ、ラピタス株式会社のです、ね、北海道の千歳市にあるあの新工場の方に、まあ、導入させていただくことが決定したということになっております。でこちらについては、まあ、材料とか部品の容器のです、ね、搬送を行いますが、まあ、材料の容器の方の自動搬送を、まあ、エアウォーター車と一緒に。 そしてクリーンルーム内の部品の容器を自動搬送を第一実業者とですねそれぞれ共同でまあ当社の純国産のロボットによるソリューションを提案してまあ2025年の方にまあパイロットラインになりますがま導入が決定したということでまああの来年からまあ動き出すすとということになっておりますで当社を選んでいただいたポイントとしましてはあの柔軟なまあカスタマイズを対応するということとまあ し、まあ、しっかりととたアフフターーォローができるとでもう一つは、まあ、AMR ということですから、まあ、スラムの技術を使ったのとあとはカメラを使った画像処理の技術を組み合わせることで、まあ、く周囲のです、ね、空間認識をしっかり行って実律走行すると。 ではもちろん我々の一番得意であるネットワークやクラウドにより他の機械やですね設備内のあの施設内の設備とまあ連携をしていろんなロボットをまあ制御することができると、まあ、こういったところがポイントになりまして、まあ、あの導入が決定させていただいたということになっております。 続きましてあの自動あの搬送あのあの自動倉庫の連携によるパレットの自動搬送システムについてこちらはですねもともとがあのこちらのファインバブルとかいろいろこうお風呂の,あのものを作っていあの。 いる波多野製作所さんの方に導入させていただいたんですが、元々あのリアライズの方で自動化装置を制御するまあ、plc という連携のシステムがあるんですが、まあ、そちらを使ってロボットをまあ制御するとまあ、非常に導入がしやすいということで、こちらの受注あの。 入れてほしいなと言ってから2ヶ月ぐらいで導入させていただいたんですがそういったことが連携させて倉庫内の荷物を工場内の荷物を倉庫の方に自動で収めるということを行いまして非常にこうスピーディーに行えてお客様にも喜んでいただいてですねロボットに名前を付けさせていただいたりということで非常に喜んでいただいております。でこの次にちょっと動画がございますのでそちらの方であのこのの動画がございますので。 ご覧ください。 私たち秦野製作所は浴槽接続からの設計製造販売を行っている会社となりますいわゆる皆さんのご家庭にあるお風呂の部品となっております50年以上にわたり日本独自のお風呂文化とともに歩んできた会社となっております近年では今までの既存の製品だけではなくまた新たな部分の,の開発製造販売に向けて力を入れています 昨年5月に移転してきたこの新車を屋となっておりますがこれからの時代にマッチするような生産体制をとれるように自動設備等をメインと据えた新しい車屋となっております弊社代表取締役の畑野が用していたことなんですが日本の企業様であることでこのように近い距離で新しいことを一から 作り上げていくことができると、そういった観点から、たくさんにお願いすることとなりました。はい。正直なところ、今、まあ、AGEV だったり、社員だっところで、まだ私たちの100%は上手に使いこなせているとは思っていません。ですので、これからどんどん、精進化の効果であったり、そういったところを生み出していきたいなと思っております。 その上で、また、今ワンフロアなんですが、さらに違うフロアに展開することで。より効率のセンスは、できるようになれば、と思っております。はい、じ続きまして、少しあの、変わりますが、ペイメントのですね、あの、プラットフォームについて、ご説明したいと思います。 えっとこちら今ペイメントプラットフォームを我々としては構築しておりまして、まあ、あの左側のサービスと言われているクレジットカードであるとか電子マネーであるとかコード決済でそれに我々のまあオリジナル作ってるパーソナルパスの仕組みであったりとかデジタルチケットの仕組みだったりポイントの仕組みだったりするサービスをまあ左側のユーザーですねタクシーバス、まあ、鉄道そしてホテル オフィキアという、まあ、ところの商業展開もやっておりますし現在では自治体の方にもの導入させていただいておりましてこういったプラットフォームあのキャッシュレスのサービスを我々の、まあ、グループのサービスの中に、まあ、お客様のニーズに合わせて、まあ、すぐ導入できるように、まあ、キャッシュレスプラットフォームの構築をどんどん進めているという状況でございます。続きましてこちらがですねあの クレジッットののタッチ決済の方が一応できるよううになったということで、これは皆さんが持たれている5ブランドになりますが今現在は電子マネーと同じような形でタッチ決済ができるような仕組みにワールドワイドでなっておりましてこれを使ってバスとか電車に乗れるような仕組みが今どん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 普及をしていっておりますのでこちらについても当社 FIG グループの方でしっかり対応していくと。 ということで、今までの電子マネーコード決済に加えてこのクレジットのタッチ決済もできるということになりますからこれから例えばインバウンドのお客さんが簡単に使ってもらえるそれ,それとまたこのクレジットにつきましては まあチャージをする手間が省けますので、まあ、好き自由に使ってもらえるということで、まあ、これからどんどん広がっていくんじゃないかなということで,で我々の今の決済システムにプラスアルファにやっていきますので、まあ、この辺もこれからさらに使いやすくなって広がっていくのではないかなということで今こちらもですねいろんな方面から問い合わせが来ておりましてこれからあの実証実験を含めてどんどん進めていきたいと考えております。 そしてこちらが自治体へのキャッシュレス、あの我々モバイルまあ、モバイルで作っておりますが、まあ、このモバイルの端末を別にこうモバイルじゃなくてまあ、あの？ 普通の施設でも使えるんではないかなということで、まあ、大分県様の方にそのこういったキャッシュレスのシステムがあの入るのでっていうことではプロポーザルがありましたので我々の端末をあの持っていってこれどうですかということで、まあ、いろんなプロポーザルでプレゼンをしましたら我々が最優秀賞になりまして、まあ、導入させていただいて、まあ、その関係その,そのまま続きで福岡県様の方も導入という話がありましたので我々の方でこの機会を説明をしましたら、まあ、非常に喜んでいただいて、まあ、いろんな各社さんあった なんですが我々の端末がまあ最優秀に選ばれまして、まあ、導入が進んでいるということでこれはまあ自治体の方でもどんどんキャッシュレス化が進んでいくのと、まあ、日本的にあの全国的には進んでいるところもありますがこういったこう新しいものにまあ買い替えしていく需要もございますのでこれからどんどんまあ全国的にも広がっていくんじゃないかなというふうに考えて我々もここ結構力を入れております。 続きましてこの辺は IoTSARS のサブスクの拡大のイメージということでこの ARR というのは最後の月を12ヶ月した1年分という,こう数字になっております。ですのでもうこの2022年というのが 2023年のベースということになりまして、まあ、それがどれくらい伸びたかという形にな,なっておりますので、まあ、2023年というのは2000今年のベースというなりますがこちらのほうでまあ大体年間で1.5億円ぐらい増えているということでこれはもうどん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 こう積み上がっていっておりますただこ,れこ,ちらのこちらにも書いておりますが、まあ、ホテル関係の部分とか通話旅行のところがマイナスになっておりますがまさにタクシーのところは1.6億円バスは5400円 万円とというこで物流の方も9,000万円ということで,万円ということですごく成長しておりますが、まあ、ちょっと凸凹ココしながらもっと大きく成長させていって、まあ、これからロボット等もこのサブスクのところに入っていくというふうに思っていただいて、まあ、これが最終的に2030年には150億に目指していこうという感じを考えております。では次は、まあ、事業のトピックスということになります。 ここちらが IP 無線の新しいいサービスということでまあ皆さんも携帯をとかスマホを使っていただいてて、まあ、たまにこうキャリアさんのサービスがこう止まったりとか、まあ、数年前も大きくあの止まったこともあると思いますがこれ今こういったこう公共機関の方にも消防だったり警察だったりこう あのいろんな部分にこう導入が始まってきておりまして、まあ、こういったことがあった時に、まあ、公共サービスをまとめることになりますので、まあ、こういったことがならないように、まあ、いろんな各社のこうシステムをこう指紋を変う まあ自動で切り替えていけるような仕組みを待ってあった方がいいんじゃないかということでまあ政府の方針でまあ当社とまあ協業させていただいております株式会社インターネットインシアス様の方がこういったモバイル IIJ 公共安全モバイルサービスというのを新たにまあ政府と一緒にこう協力して構築をしておりますのでまあ そういったキャリアさんの方に障害があった時は自動で切り替わるということとまたそういった災害が起こった時には他のサービスよりも安定的に通信ができるというところも大きな特徴になっておりまして我々の新しく開発している IP 無線の iMesh560 というものがこちらでちゃんと正常に動作するということを確認できておりますので、まあ、この辺もこれから広がっていくかなと。で我々としても2020年ぐらいからあのすごい導入あの自治体への導入が増えてきておりまして、まあ、今回の台風でもまあ,あ,のあの 導入先が、まあ、そういう災害があったんですが、まあ、この IP 無線を使っていろいろ災害の情報を取ったりするということをやっていただいているしておりますのでこちらが今どんどんあの増えてきておりまして現在だい5,000台ぐらいまあ今日ぐらいが、まあ、自治体の方で使っていただいているという形になっております。そしてこちらがですねウ、えーバーの,あの配車アプリのウーバーの方とのまあ タブレットのワンタブレットかということになりますが、まあ、あの前回というかあのあの配信アプリの DD 様の あの配車システムアプリを我々のタブレットの方に入れていただいて、ワンタップレット化をしておりますが、それに加えまして、ウーバー社の方の配車アプリの方も、我々のタブレットの中にワンタップレット化できるということで、タクシー車両の中にいくつもこうタブレットだったり、スマホがあると、運転手さんの安全性であったり、操作性が非常に難しくなりますが、我々のシステムとまあ共存することによって、非常にもう安全性とか操作性が向上するということで、こちら、どんどん好用でございますので、 問い合わせのあったこうして変えてほしいというお客様から順々に対応していく形になっております。で次はこれペイメントのバス向けのソリューションということになりますがあの横浜市の敬老パス。 の方にあの横浜市の,の経路パスの方にまあ導入させていただいておりまして規模感としましては横浜市を走る全てのバスに導入させていただいておりますそして地下鉄の40駅にもリーダーを挿入挿入あのあの設置させていただいて、まあ、70歳以上の方がまあそこをタッチして、まあ、年間のこう収入に合わせてこう使用量は変わるんですけどそれをこう使っていただいて、まあ、あの利用してもらうという仕組みを作りまして、まあ、20 2022年から導入させていただいて てておりまして大体もう市民の40万人の方が使っていただいてあのすごいあの便利に使ってもらっているということでこれはあのヤフーのニュースにもなったりして結構注目されておりますがこれはまたこれだけではなくてこれからまあいろんなこうコード決済であるとかタッチ決済であるとかいろんな部分をまあ追加していきますので いい、まあ、いろんな形でこれからままたこの進化していくと思いますそしてもう一つがあの大分空港とのバスあの高速バスの方につけさせていただいておりますあのモバイルチケットになりますこれは LINE を使ってバスのチケットがまあ簡単に買える仕組みということで、まあ、非常に2022年の3月からサービスをさせていただいてもうずっとこう右肩上がりでまあ会員さんもというか友達登録が増えておりましてもう現在10万人は突破しておりますが伸びております。でこちらはあの 何が一番特徴かと言いますと、まあ、LINE を使ってチケットをですね、まあ、知人だったり、まあ、家族だったりに送ることができるとシェアすることができるということが大きな特徴で、まあ、そういったところでどんどん使っていっていただいてるんじゃないかなということでこれもさらにサービスをどんどん展開をしていきたいというふうに考えております。 でこちらがですね、まあ、SITV の、まあ、医療施設の方に、まあ、初導入ということでもともとホテルのマルチメディアシステムを、まあ、DX しまして、まあ、例えばこう食堂が多いとかお風呂が多いというようなインフォメーションの機能を追加したりとかあとまあ皆さんが持ってる YouTube だったりとかビデオオンデマンドの部分をまあミラーリングできるとかあとニュースの配信をするということをまあホテルの方に新しく今展開を始めてきておりますが今あの病院の方で まあですねまあ、テレビだけではなくて、まあ、ネット環境を作ってそういった動画が見たいというあのニーズが増えてきておりますので、まあ、の入院のです、ね、医療環境の構築をする分野では、まあ、国内トップシェアの 株式会社パースジャパン様とまあ協議をさせていただきまして、まあ、病院にも展開していこうということで新しい取り組みをしております。今回は東京都内のですね病院のまあ特別の個室の方の27床に導入させていただいておりまして、まあ、非常に好評でこれからどんどん広げていきましょうということと、まあ、パースジャパン様のです、ね、展示会にあの出させていただきましたらすごくこう。 問い合わせが殺到しておりまして、まあそこもしっかりこれが協業して広げていこうかなということでまあホテルとま,あまた違う業態あの市場になりますが、まあ、病院の方の個室の方にもそのマルチメディアの仕組みがこう展開できるんではないかなということで、まあ、新しく、まあ、新しい市場というかを開拓しているという感じで、まあ、非常に期待はしております。 そしてまあドローンになりますが、まあ、当社小型から大型から作っておりますがこちらは大型のドローンですね、まあ、R70 ということで、まあ、70リットルの農薬を散布できるということで大きさ的にはですね 4m ーーぐらいございまして、まあ、人も持ち上げるぐらいのこう力があるんですがそれを使って大分の杵築市というところの麦畑にですね初めて農薬散布をして、まあ、結構風が強くて雨も降ってたんですが、まあ、すごく安定的に飛ぶということとやはりの能力が非常に高くてそのちっちゃいドローンを 飛ばすよりもまあこれもともとは広いところで使うのがベストかなと思ってるんですが普通の畑とか田んぼでも使っても非常に効率がいいということで、まあ、今非常にご問い合わせが来ておりますしこちらのまあ北海道の住見アグリビジネス様の方の北見支店の方にも導入させていただいておりますが、まあ、これの方もあの北海道の広い畑の方をこう 散布するということで、まあこれもどんどんこう広がっていくということで、まああのドローンの方はあのそれだけあの物流もやっておりますが、農薬散布の方が結構今熱くなっているという感じでございます。ちょっと時間が押しておりますので急いでいきたいと思います。次は株主優待と株価のところです。 こちらは結構あの当社としましても、あの株主還元は非常に大事なところだと考えております。そして今期のまあ期末配当は一応五円を予想しております。それとまあ株主優待につきましても。今回まあ十五単金以上持っている株主様にまあ F. I. G. プレミアム優待クラブということで。まあポイントとして、まあ、これはまあ一ポイントが一円という換算になりますが。ポイントでいろんなものを選んでいただいて、まあ置いた。 県内さんであるとか、まあ、違うものもありますけどいろいろ選んでいただくということとあとまあこちらについてはですね、あのー、ポイントをこうコインに変えて貯めることができますので貯めて貯めていただきますと、まあ、もちろん当社の優待も買えますしこのプレミアム優待クラブに入っている他の会社様の商品も買えるということで、まあ、非常に便利な仕組みになっておりますので是非ここも活用してほしいなと思っておりますし。 今回15単元以上なんですが60単元6,000株以上持っていただくとまあ4万ポイントということで多くつけていただきますのでまあ配当と合わせますと大体3%ぐらいの還元ができるんではないかなということでこちらについても我々もしっかりあの皆様の,あの 期待にに応えるようにいろんな部分をこうご意見を聞きながらとか社内で検討しながら新しいまた提案がありましたらまた順次決まりましたら発表したいと思いますのでこちらの方もこう期待してもらいたいなと思います。 そしてまあ株価の推移なんですが、まあ、非常にあの乱高下をさし,あのしていただいておりまして、まあ、2024、まあ、年の8月30日の終値で、まあ、343円ということになっておりますが、まあ、あのこの株価についてはですね全く私あのいいなと思っておりませんであの私としてはもう600円とか700円ぐらいまでいってほしいなと思っておりますし、まあ、実際に今回あのマッコリー・バンク・リミットさんの方に一株414円 1205円にて、まあ、1 万株以上になりますが5億円の転換謝罪を引き受けていただいておりますし、まあ、こちらについてはもう入金済みでございますそして次にまあ1株525円にて150万株、まあ、7.9億円になりますがこちら新株予約権を引き受けていただいておりますそして次のステップとして私もこれぐらいの株、まあ、これ以上の株になってほしいなと株価になってほしいなと思っておりますが1株700円にてまあ150万株10.5億円の新株予約権を引き受け けていただいておりますということでまあ、株価については我々私としてもまあ、今現在というよりもま今後未来どういうふうに成長していくかともちろんそれに合わせたしっかり業績を出していって皆様にま応援していただけるような会社になっていきたいなというふうに考えておりますまあ、以上をもちまして FIC 株式会社の投資家向け説明会は終了いたしますそしてこれから引き続き質疑応答に移らさせていただきます それでは、まず事前にですねあの、いただいておりました質問からいくつか答えていきたいと思います。えっと、まず最初の質問がですね、えっと、ビジネスモデルとその強みとそれを生かした成長戦略について、まあ、教えてくださいということで、まあ、当社はあのいろんなビジネスをやっておりますが、あのまずは、まあ、IoT になりますが、こちらはまあ新しい先端のものをまあ作って、まあ、お客様にまあ提供していくということになりますが、こちらも販売 一部を販売をして、一部を まあストックという形でまあ提供しておりまして、個々のモデルが一番大きなビジネスモデルになっておりまして、あの先ほどもこうサブスクの売上高の推移のところでしておりますが、こういったサブスクにすることによって、年々こう積み上がっていって、安定的な収入が確保できる。でこちらについてはまあコロナの時にもまああの下がることもなく、ずっと安定的に行っている。てまたハードウェアとソフトウェアをセットでまあ提供させていただきますので、まあ、なかなか。 お客様のサービスの中で使っておりますから、まソフトウェアみたいにこう使ったなくなった。すぐ解約するというのもございません。ので、ほとんど解約がない状態でま使っていただきながら、どんどんま増えていくっていうところが大きな特徴になっております。で、もう一つは強みとしてはま我々あのまあ。 設計開発設計から星目ってまでは、まあ、ワンストップで行っているっていうことも大きくて、まあ、こちらがまあその装置でいくと、まあ、自動車会社様とか半導体会社様のいろんなところにこう提供させていただいておりまして、まあ、その辺を使ってまあこれからロボットを ということで、I O T とまあ、マシンを組み合わせてロボットのま成長部分にもこう力を入れていっているということで、まあ、そういったところが当社のですねまあ、成長戦略にもなりますし、まあ、ビジネスの強みにもなっているということになっておりますので、まあ、それでご理解していただければなというように考えております。まあ、こちらがままず最初の一つ目の答えになります。で続きまして、あのもう一つ質問ございまして、まあ、社員のモチベーションを上げる仕組みはどうしてますかということになりますが。 こちらで今回の、まあ、当社の中期経営計画の中でも、まあ、事業を進めていくとかいろんなことありますがやっぱり人的資本人的投資をしっかりやっていこうと。であの常々社員にも言っておりますが、まあ、会社の価値というのはいろんな見方があると思いますが私が一つの見方として会社の価値は社員全体の合計の価値ですよというふうに言ってだからこれから我々としては、まあ、株価を600円700円していこうということは、まあ、企業価値を倍増していくということが大事になって きますから皆さんのまあスキルだったり、まあ、もう同じですけど能力というかいろんなこうところをまあ倍にしていってもらえば まあ企業価値も倍になるんですよということで、まあ、いろんなことにチャレンジしていこう、まあ、今回,の,、まあ今回の,あの説明もありますが日産を含めた投資にもチャレンジしていこうとか、まあ、いろんなものを学んでいきましょう。で事業に関係ないことも学んでいただいても会社からまあ補助金を出してあげてこれはまああの事業だけじゃなくて、まあ、見識を広げてもらったりいろんなこう経験をしてもらうということがまあ事,業事業につながっているということもありますから、まあ、そういったところも進めていくとかあとこうまあ当社グループが13 でございまますすが、まあ、応募をしましてですねグループ交互をしまして、まあ、違う会社で働きたいとか違うことをやりたいというのをこう結構自由にやったりということだったりとかあとまあ例えば収入の見える化をしていく。 あの給料というのは毎年毎年こう1年しか見えないと思いますが入社してからまあ退社するまでどういうふうな推移をしたのかとかそれでういうのも見える化したりということでまあみんながですね事業に非常に注目を持ってもらってまあ参加してもらうような形そしてスキルが上がってその結果会社のまあ価値が上がっていくというふうにやっていきたいなというふうに考えております。あの質問も来ておりますのでちょっと質問に答えていきたいと思います。ちちょっとお待ちください ちょっとじゃあこれをちょっといきましょうえっ、ー、とすませんえっ、ー、と今期の業績についての質問ですけど第2四半期までの業績では、えー、と目標売上高を達成するのは少し厳しいような気がしますあもうこちらはも,もう発表をしておりますのででじあのあの 下期は回復を見込まれているということですが、どの程度の抵抗体を感じておりますか？まあ、なかなかこの数字については、ここではまあ答えにくいところはありますが、まあ、その半導体の方の調整の方も終わってきておりますし。しまあ、いろんな部分でですね。あの受注の回復がしてきておりますからまあ、そ,のあその辺で。あの回復の兆しにあるということで、まあ、こちらはあのこれからまあ第3クォーター。 き、あの期末の決算ということで発表していきますので、まあ,あの？見ていただければわかるかなというふうに思っております。すいません。ちょっと。じゃ、次の質問ちょっとお受けしたいと思います。えっ、ー、とインバウンドに対してサービス導入する予定等はありますか？大分のバスチケット等のシナジーがあるように感じました。あのまさにそうでこれ。 あのまあ、クレジットの、まあ、タッチ決済のところもございますが、まあ、この辺はまさにこうインバウンドのとこ、まあ、タクシーのと,このところも含めてそうなんですがもうこういったキャッシュレスというかペイメントサービスを、まあ、じ拡充することによって、まあ、要するにこうインバウンドに対してですねあのサービスを提供していくということで、まあ、こちらどんどん今広がってきております。あとまだ当社のグループ内には,のは観光するトランという、まあ、グループ会社もございますのでそこについてはまずねあの あの来ていただいた観光客の方をまあタクシーだったりバスだったりにこう一緒に協業させていただいて観光のプランを提供したりするということもやっておりますのでまあそういったところとの連携も含めてまあしっかりやっていきたいなというふうにあのやっておりますのでまあこの辺についてもこれからどんどんこう成果が出てくるんではないかなというふうに考えております。これ,これいきましょうか えと多様な商品を全国に展開されていて大変将来性を感じます。ありがとうございます。営業部門の人材育成、採用、人事、管理などについてどのような工夫をされているのでしょうか。大分の採用活動、人事のボリュームの観点から容易ではないと思いますが、が気がいたしました。はい、まさにあのそうあのこういったところ大事になっておりまして、特に我々大分の企業でございますが、 まああの大分っていうのはあの全国でいうとですね大体1%圏と言われておりましてでまあ逆の目からすると大分全,全国の1%の人がまあ我々をまあ見ていただくことができるというまあ1なのでまあ大分でまあいろいろこう 採用活動、まあ、本社も大分にございますが採用活動をしておりまして、まあ、非常に新卒それからまあまあキャリアの方、まあ、いろんなところで経験されて、まあ、途中で入っていただくキャリアの方も含めて、まあ、大分で採用をこうし,っかりしっかりしておりますので、まあ、それについては、まあ、東京で採用するよりは非常に確率が高いそれはなぜかというと東京にはいっぱいのあのいい企業あの大きい企業だったりいい企業だったり上場企業ございますが、まあ、大分はまあ上場企業が非常に少ない のでまあ、少ないいので、まあ、目立つというとうころもありますし特に特にテック企業では非常に少ないので、まあ、そういったところでこうエンジニアの方含めて、まあ、あの文系の方含めて応募していただいておりますので、まあ、その辺が便あの非常にいいかなと思っていることとあとはですね今こう我々としては新しく人材戦略室ののを作ります、まあ、大体10名ぐらいのスタッフなんですが。 今までの採用ではなくて、まあ、これからどういうふうに採用も含めて新しいのに取り組んでいこうまたまた採用しましたらどうやって育成していくかと研修制度だったりいろんなところをこう何ですかチャレンジしながら、まあ、多くのいい社員をこう、まあ、生み出していこう、まあ、作っていこうというか一緒にこう成長していこうというのにもチャレンジをしておりまして、まあ、そういったところも新しく取り組みもしておりますし最近始めたのが あのまあ、遅いかもしれませんがリファラル採用ということで、まあ、紹介をしていこうと。で特に、まあ、いろんな、まあ あの一緒に働きたいこういう人と一緒に働きたい人がいたら、まあ、どんどん会社の紹介してくれと、まあ、紹介したらそれなりの、まあ、インセンシブを含めて、まあ、あの会社としてはあの対応しますよということを、まあ、ルール決めをしまして、まあ、これも新しくチャレンジをしていくということで、まあ、そういったとこを含めて、まあ、これから、まあ、どうしてもこう世の中がどんどんこうシフトしていきますので新しい、まあ、あのもちろんやあの入ってくる方もいれば辞めていくる方ということもいると思いますが。 まあどちらにしても会社とまあ社員さんがまあウィンウィンな関係に会社も社員さんにいてほしい社員も会社にいたいというような形のものをまあ作っていくことがまあ非常に大事じゃないかなというふうに思っておりますからまあその辺も含めてそういった制度をいろいろやっていくと。 いいううこととが大事かなというふうに思ってまあちょっとあのいろいろこう尻めずれずだったと思いますがまあそういったことでしっかりその辺にも力を入れて採用活動をやっている、まあ、そしてあとまあそういった研修制度も含めてやっているということで、まあ、人事関係はゼトータルで合わせるとまあ大体1 5 6人ぐらいいるという感じでございます。 えと続きまして北海道で農薬散布導入とのことですが、まあ、米国や海外でのサービスなどを考えていますかということなんですがあの、まあ、こちらいろいろありますので、まあ、実際にはあの今検討に入っているのは事実です。まあ、こういったドローンであるとかいうところはですね、まあ、あの全,国全世界的にまあこれから需要が出てくるというのもありまして今、あのまあ インドであるとか米国であるとかそういうところでまあ導入できないかとかそういうところはまあ今実際に検討に入っている段階なのでまあこういったことがまあ進み出したらですねまたあのこういった部分で皆様にこうお知らせすることができるかなとは思っておりますのでまあその辺までちょっと待っていただければなというふうに思っております。 次にあの宇宙あの大,分空港大分空港がもう宇宙港になりますが宇宙ビジネスについて何か計画はありますかということでまあもともと当初のグループの,の KTS という会社がありますが、まあ、実際に打ち上げた衛星の一部の部品を作ったりとかいうことであの取り組んでおりますが、まあ、これから まあいろんな部分で我々がどういうふうに関わっていけるかは別として、まあ、大分でいろんな産業がこれから生まれていきますのでそ,のそちらの方にも提供したりということで、まあ、いろんな形で宇宙港の方にもまあ関わっていけるんではないかなとでいろんな会社の方がまあいろんな説明にも来ていただいておりますので、まあ、その辺で我々の事業とシナジーがあるところは、まあ、これからまあ宇宙港についてもまあ携わっていけたらなというふうに考えておりますじゃあ次に行きたいと思います。 本社の事業が多岐にわたっているといるとこは分かりましたが各事業の製品が競合他社になるないものオリジナルなサービスなもの競合他社がある事業なのかご教授くださいまた競合他社がある事業は競合他社にない強みをご教育くださいあの当社はまあ,あのそういった物流だったりとか まあロボットだったりとか、まあ、そういったこうマシン事業だったりするところあるんですが、まあ、一つ一つがですね、まあ、非常に、まあ、あのユニークな会社でして、まあ、いろいろこう業業あの競合他社はございますが我々の一番強みはあの最初にまあご説明したかもしれませんが、まあ、ワンストップでいろんなものをやっているということで、まあ、サービスをですね、まあ、あの企画から提供までやっておりますので、まあ、その辺がまあ他社さんがいろんなこう外注さんとやったりするのでまあ 例えばタクシーの配車システムについても我々非常に低コストでお客様に提供させていただいてすみません今回あの石垣島の方にも全都を合わせた配車システムを提供させていただいておりますが、まあ、その辺も あっって、まあ、そういいたとととこころろがこう他社になんまりこう他社のことをいろいろ言うのも難しいと思いますが特にまあ IP 無線につきましてはまあほぼトップシェアを取らせていただいておりますけど、まあ、そういったところもまあネットワークとこれあの端末を作るという,こう無線システムの部分とこのまあるに 皆さんが使っているスマホだったり携帯の電波を使わせていただいておりますから、まあ、非常にそれの辺の調整が難しいんですが、まあ、そういったところも他者とはない技術を使って。 まあ調整をさせていただいて、まあ、音声が途切れないとかデータがしっかり送れるとか、まあ、特にトラックとかタクシーはこうずっとこう動いておりますから、まあ、そういった部分がなかなか他社ができなくて我々がまあそこができたということで、まあ、事業化がなったというのが結構大きいところになりますから、まあ、その辺がまあ大きな違いであると。でまあ、ロボットにについてもまあ非常に今 中国製が多くなってきておりますけど、ああ多かったですが、まあ、今回のまあ、いろんなあのウクライナ戦争とかを含めてまあ、国内純国産に非常にこう目が向いておりますが、まあ、その頃も要するに、まあ。 ゼロロからですねロボットをこう作っていく、まあ、いろんな技術があの要素技術が必要なんですが、まあ、IT の技術とそういった自動化装置をする技術っていうのが当社にありますから、まあ、そういったことを融合させて、まあ、できていくということで、まあ、こういったまあコンクロマリットが非常に成長にこうプラスになっているっていうところがこう大きな あの特徴ではなないかなと思っていますでこれ、まあ、当社の事業、まあ、いろいろやっておりますのでこの部分では競合だったりこの部分では一緒にこうパートナーとしてやったりということで、まあ、いろいろありますので、まあ、なかなかこう言えませんがただ各事業もしっかりあの他社と比べても、まあ、視野を取ってるサービスが非常に多くなってきておりますから、まあ、さあの先ほども言いましたがロボットでも、まあ、できるだけ、まあ、早い段階で 搬送用ロボットでは国内一の視野を取りたいなというような思いもありまして、まあ、IP 無線配車システム、バスローケーションシステムについてももうまあだいたいもうほぼトップシェアを取らせていただいておりますので、まあ、その辺の部分でまあ、あの強みというかワンストップでいろいろ行えているってことは強みになっております。すみません、ちょっと汗をかいてすみません。じゃすみません、あの最後の質問になりますが、あの。 に答えになります、えーと。知名度のアップの,あの施策を教えてくださいということでこれあの結構私大事にしておりましてあのまああの B2B B のビジネスをしておりますのでなかなかこう皆様にあの伝わらないので、まあ、こういったような IR の,あの, IR の,あのこういったこう説明会を含めてですね積極的に出るように今切り替えていっております。であのもう一つはですねもうホームページもリニューアルさせていただいて、まあ、ニュースリリースだったりトピックスだったりするところを、まあ、あの株主の皆様投資家の皆様に、まあ、分かりやすく提供するということもさせていただいておりますし特に今はですね あのまあ、別大毎日マラソンの年、まあね、2回ですがスポンサーをまた始めたりとか SNS にいろんな情報を送ったりとか、まあ、いろんな部分であのどんどんまあその知名度アップということで、まあ、地元も含めて、あのーコ,ンテあのー、コンテストをやったりということで、まあ、どんどん会社のまあ知名度をして、まあ、皆様に「FIG がこんなビジネスをやってるんだな」と知っていただいて、まあ、応援していただけるような。 ことを考えておりますから、まあ、これからも積極的にこういった説明会を開催していきたいと思っておりますし。しまあ、投資家の皆様から何かありましたら、あのしっかりあの答えていきたいというふうにあの考えております。まあ、以上で、あの質疑応答を終わらせていただきます。あの最後まであのせ、あの投資家説明会をご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 現在、大きく世の中が変わっているパラ,パラダイムシフトという状態ではありますが、我々としては株主様、投資家の皆様にしっかりとです、ね、丁寧に事業を説明して、皆様に応援していただけるような企業になっていきたいと思っておりますので、ぜひ応援していただきたいと思います。本日は最後まままでごご覧いいたた。だきしして誠にありがとうございました